オーレンのブランド名を関するガソリンスタンド PKN オーレンはポーランドプーツクに本拠を置き石油やガスの生成また石油化学工業等を行うエネルギー企業ワルシャワ証券取引所上場企業ポーランドにおける石油事業は1850年代から民間事業として活発に行われていたが第二次世界大戦後に 少数の国有企業に再編された後、冷戦末期後の事業民営化の流れを受け、そのうちのペトロヘミア・プラック・ SA と、全額政府出資法人のポルスキー・コンサーン・ナフトビ・ SA が、1999年9月に合併し、PKN ・オーレンが設立された。合併した企業の新たなブランド名がその年の年末に公募され、オージアとエネルギアの合成からオーレンと名付けられ、 シの頭部をかたどったロゴが採用された。原油の炭鉱、開発では、ポーランドに加え、カナダアルバータ州に大規模な上流部門を有する。製油所は、ポーランドチェコリトアニアに合計6箇所を保有する。コンバインドサイクル発電事業をプーツクやブーツワベクで行っている。株式の27.52%は、ポーランド政府が保有している。2002年2月、 CEO のアンジェモード・ティシュジュースキーが金融不正行為を理由に逮捕される事件が発生したが、その後はポーランドに加えてドイツ・チェコリとアニアへと下流部門が拡大し、着実な発展が続くこととなった。2003年、ドイツの石油、ガス会社であるエリル・エジーから北ドイツ地域の約500のガソリンスタンド事業を買収した。2004年6月、 チェコプラハに本拠を置く、石油会社のウナペトロル AS a の株式の約62%を買収し、その後2018年に残りの株式も買収し完全子会社化した。2008年12月、リトアニアの石油会社の AB メイジキナフタの買収を発表、翌2009年9月にオーレン・リエッパの名称でリブランド化した。ポーランド国内におけるスポーツや文化事業への 共産も多く行われ、ラリーレードのオーレンチームはポーランドでは特に知られている。同国の F1 ドライバーであるロバートクビッサの個人スポンサーでもあり、2018年11月、ウィリアムズカイ一とスポンサー契約。2020年からはアルファロメオレーシングとタイトルスポンサーを締結した。ありがとうございます。